マイダリバラとは、元製民発における、モンゴルの皇族で、ビリクトハーンの息子。民軍の捕虜となったが後に釈放され、モンゴルに戻ってハーンとなった。マイダリマイダリは、サンスクリット語のマトリアに由来する単語で、チベット仏教に由来する人名である。コーブミカドの派遣した、遠征軍の攻撃によって、大都を離れたウーハートハーンは、ジ都にまで逃れ、ジ都もまた攻撃を受けると、 さらに北方の王政フにまで逃れた。王政フにて、ウハート・ハーンは崩御し、その息子、アユルシリダラが、ビリクト・ハーンとして即位した。後部三年、リフ・ミタダ率いる遠征軍は、王政フを行為して陥落させ、多数の捕虜を得たが、その中で最も重要な人物が、元シャクソンの、マイダリバラであった。王、マサの戦いの翌月。 南京に送られてきたマイダリバラの処遇をめぐって、議論が起こった。要件らは、マイダリバラを捕虜の代表として創病に捧げる、剣譜という儀礼を行うべしと主張したが、後部帝は、確かに古代には、剣譜の儀礼があったとされるが、因を滅ぼした、中の部王ですら、剣譜を行ったか定かではなく、行う必要はないと反論した。これに対して、要件は、 党の体操も言ったという記録がありますと、再反論したが、ミカドは、党の体操が対象としたのは、王瀬重という人物であって、仮に、党の体操が隋の子孫を捕虜としたならば、決して剣府の礼を行わなかっただろうと答えた。また、ミカドは、元は中国を100年近く統治し、陳の祖父は、元のもたらした太平を享受している。 そのことを思えば今、マイダリバラを、剣府の礼に用いるに忍びず、中国の遺憾を与えて、明朝に基準させればよいであろうと語り、マイダリバラを領衆として、見せしめにするのではなく、厚遇して、明朝の懐の深さを宣伝する材料として、用いる方針を明らかにした。その2日後、マイダリバラは、モンゴルの衣服を着たまま工部ミカドおよび皇太子に、越見し、 その後一緒に捕らえられた、ハーンの皇妃たちと共に、中国の衣服と両皇産にある邸宅を賜った。さらに皇武帝は、古くより、新たな帝王が天下を得ると、前代の王朝の子孫を封じて存続させたものである、金庫星を調べて、汝を公爵位に封ずることとすると語って、マイダリバラを高司令公に封じた。この時、皇武帝は進化に、革命の際、 前代の帝王の日は往々にして、礼をもって偶されなかったが、これは、徳あるもののすることではない。今捕虜として連れて来られた皇妃たちの飲食、住居には、便宜を、はからい、もし、モンゴル高原に帰りたいという者がいれば、送り返すべしとも語り、あくまで前だり、バララを皇遇しようとした。これ以後、マリダリバラの存在は明朝及び皇婦帝の徳を、 示す格好の事例として、しばしば他国への所簡に引用されるようになった。まずは、安南、高来、戦場といった病朝周辺の諸外国に、その後は、元喪失部落市民イコール北元の残党に、さらに西アジア、東南アジアの諸国にまで、捕虜とした舞り薔薇を、高城霊光に報じる、邸宅を与える、母及び人同居させている。 といった工具を施していることをアピールした。コーブミカドは諸外国への書簡に記したマイダリバラの工具を維持するために、しばしば衣服、食料を定期的に支給し、先祖を祀る、儀礼用の馬、羊、犬子も与えた。この後もビリクトハーンやその深海の書簡で、マイダリバラの存在について研究されている。マイダリバラが明朝に捕まってから5年が経とうとする、神ブ7年。 公部カドは、高司麗公、マイダリバラが、すでに成長しきっており、モンゴル高原の父の下に帰すべきであると定心に、語った。こうして、マイダリバラは、明朝から送り出され、これ以後、モンゴル高原に帰還したマイダリバラの動向について、明朝は記録していない。ヒトの認識からすると、ビリクト・ハーンの後に、即位すべきは、高司麗公、マイダリバラであり、 ビリクト・ハーンの後継者、すなわち、モンゴル人が言うところのトグス、テムル・ウソ・ハル・ハーンこそが、マイダリバラと同一人物だと考えていた。しかし、マイダリバラトグス、テムル・ウソ・ハル・ハーンとすると不審な点が多いため、北元主学者は、マイダリバラの正体について様々な論考を行ってきた。マイダリバラをトグス、テムル・ウソ・ハル・ハーンと同一人物と見る説。 前述したように当時の秋人はこのように考えており、現代でも嘘男がこの説を指示している。英楽カドはオルジェイテムルハーンに送った直書の中で、コーブミカドはトグステムルを保護してモンゴルに送り返し、後にトグステムルはハーンになったと述べており、少なくとも英楽カドの時代にはマイダリバラトグス、テムルウスハルハーンという考えは未応朝で広まっていたとわかる。 しかし、1388年に殺されたトグステムルは、すでに成人した息子を二人有しており、1370年の時点で、まだ幼児であったマイダリバラと同一人物とするには、やや無理がある。また、王聖帝の北領始末氏には、恵ぐみ総治史液王脱皇帝牧事という記述があり、これは、トグステムルをトゴンテムルの息子であゆるシリダラの弟とする。 モンゴル年代記の記述と合致する。そのため、和田清は、マイダリバラとトグステムルは別人であり、トグステムルはトゴンテムルの次男と解釈すべきと主張した。近年になって、ブヤンデルゲルが主張しており、マイダリバラをトグステムルの三大後のハーン、エルベクニグレスクチハーンに否定する説。この説の論点は主に2点で、1つ目は、前述したように、 トゴンテムルの孫でアユルシリダラの息子という、マイダリバラの年齢を考えたとき、トグステムルよりもエルベクハーンに否定する方が自然なこと。二つ目は、両者の名前の類似で、マイダリマイダリは、魅力を意味する単語で、慈しみあるものといった意味を持つ。一方、エルベクニグレスクチエルベックニグルスウグシーという、名称は、エルベクエルベックが、認ムニグレスクチニグルスウグシーが、 慈しみある心をそれぞれ意味し、二つを合わせると、慈しみある心を持つ者といった意味になり、マイダリマイダリと同じ意味を持つ名前になる。この説に従えば、エルベクハーンは、アユルシリダラの息子で、クビライ家の一員ということになり、クビライの血を引くとされるダヤンハーンの祖先に位置づける、モンゴル年代記の記述とも合致する。また、古源流などの伝える北元ハーンの図は、 クビライケとアリクブケケのハーンが混ざっており、信憑性の低いものであるが、エルベクハーンイコールマイダリバラと考えると、ウファート、ハーン、ビリクト、ハーン、エルベクハーン、ハルグチュク、本イジ、アジャイタイジ、アクバルジジノン、ハルグチュクタイジ、ボルフジノン、ダヤンハーンと一本筋の通った経図を描くことができる。ありがとうございます。